ふ崎観音は、茨城県霞ヶ浦市坂にある寺院。三号は、ふ崎山。正式には、宝聖院穂崎山町前寺という、天平年間、聖武天皇の代に行期菩薩が、なんと奈良において彫刻した十一面観音を旅の僧に与え、この僧侶が、当地に至り、三上に一度を混流して安置したと言われる。なお、 この観音像は一節に一本の大木で三体の観音像を刻んだが根本の材料で作られたものは下津村鴨の南園寺に中ほどの材料で作られたものがさきに先の型で刻まれたものは先浜の寺に収められいずれも茨城の三観音として国宝級のものであると言われる日光東照宮の豪華な建築が完成するまでには 実に34年の歳月を要したが、日本全国から集まった名称たちは、この期間に故郷へ帰ることもできずに仕事をしていたので、工事が終わってからも故郷に帰れなくなった人が多数いたらしく、その人々が関東や東北一円を仕事と安住の地を求めて歩いた、その一人がたまたま当地へたどり着き、一帯の二王像を彫刻して収めたと伝えられる。 昭和26年、新如恵が当時の管理を引き継いで、大修復を行った際に、この二王像の目の奥から一通の文書を発見した。それによると、天文三年記牛、作者、下卯作二家群沢良節吉兵衛へ、自、根竜岩主婦、崎山主也連社清穂まれ修例を賞と書かれていた。展示年中が南山にかかり、もし観音様が、この南山を救わせたまわば、 我金畿を奉納せんと祈願した。それによって竜女は願い通り暗算となったので、金畿を奉納した。これは現在寺の宝物として伝えられているが、草木観音は33年に一度しか、開長されないので、この金畿も同じく33年に一度しか、拝見できない。海両方士が住職を務め、大変な行進力を持って、カ事キ島を収支。 地元民の損数を集めていた。しかし奉仕は晩年、不慮の死により、無重の廃寺となった。二王門町禅寺は、歴史は古く地元の人々が参見する寺ではあったが、断とがおらず、時代の変遷とともに管理維持が困難になった。特に戦後は、後輩に任せるままになっていた。昭和23年、これを見かねた村の人々の相談から、当時の村長が、 新女園に相談を持ちかけて、新女園で管理することになった。くしくもこの年は、ふさ観音の御会長の年にあたり、村長の要請からすぐに話が進み、新女園の包括寺院として陶器が済ませられ、その月に滞在を行った。ちなみに、新女園の伊藤友司は、同年の正月早々の度胸中に、頭にたくさん顔のついた観音様を投資したという。 昭和26年には、荒廃していた栗を取り壊し、対岸にあり同じく廃寺となっていた長泉寺の建物を買収して建て直し、新旅園の接進道場とし、翌年に完成した。なおこの年は、新旅園では、いわゆる昭和26年の放難によって、教団の財政事情は逼迫していたが、当時の村長や村民が理解を示して、常剤を寄付。 また協力によって落慶した。昭和27年には、若崎や白魚をる漁民や村民などの多くの水難の犠牲者を供養エコーしてほしいという地元民からの要請により、霞ヶ浦湖畔にて恨み親を同水瀬垣エコーを行った。昭和33年8月には、新漁園の海祖である伊藤新城が禁刻した二つ目の久遠上中、釈迦胸如来を安置した。現在、 この建物は、新入園の茨城本部になっている。また、新入園では荒廃していた本堂や二王門、また、コンピラ神社を大修復した。なお、昭和56年は33年に一度の御開帳の年目に当たるが、この年に伊藤新城が仏位を監督したことから、また地元民の再度の要請に応じてふさき観音を返納している。ふさき観音展望台にある、 茨城百景の石碑、草木の眺望、ありがとうございます。